中国系アメリカ人は、中華圏に起源を持つアメリカが死中国の国民のことである。アメリカ国籍を有する家人を指す。中国系とはいえ、起源は中国本土系、香港系、台湾系、東南アジア家協系、東南アジア家人系などに分かれる。その中には、中華街に住む者も,もいる。記録上、最初に歌人がアメリカに到着したのは1785年で、 あるが、それよりもっと早かったかもしれない。アメリカ政府の記録によると、1820年に325人の中国人が移住した。1848年のカリフォルニアゴールドラッシュの、時に1000人前後の中国人が渡米した。1852年に2万5000人、1880年には10万人以上となった。多くが西海岸に住み、主に鉱山や、 鉄道敷設工事の労働者、あるいは下働きの方向人として働いた。独身の男性が中心で、関東出身者が多かった。経済的理由のほか、太平天国の乱から逃れてきた人々もいた。急増する中国人に対し人種差別的な反感が湧き起こり、政府は1872年に中国人女性の移民を禁止、1882年には、 中国人排斥法を成立させた。1898年には、サンフランシスコ生まれの中国人、黄金徳が再入国を拒否されたことで、等しい市民権を保障する、アメリカ合衆国憲法修正第14条に違反するとして訴えて勝訴し、以降、アメリカ生まれの中国人は、自動的にアメリカ人であることが、改めて承認された。 中国人排斥法は1943年に廃止された。2014年3月、カリフォルニア州の上院議員であるリーランド E が、チャイナタウンのマフィアらと共謀し銃器密売や恐喝、贈賄を行ったとして、連邦捜査局に逮捕された。2019年、実業家であるアンドリュー・ヤンは2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に、 民主党から出馬する意向を表明し、8月30日に行われた民主党第2回討論会後の世論調査では3%の支持を得る結果となり、ジョー・バイデンら上位3人には大きく及ばないものの、一定の存在感を得ることに成功していることが判明した。その後、ツイッター上で2024年、アメリカ合衆国大統領選挙への意欲を示しているほか、 2021年のニューヨーク市長選挙にも意欲を示している。ありがとうございます。